全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、内から押して10番セレスティアル、外から上がるのはナロ、11番バイスシャワー方位をキープ、それから3番スターレットキング、外を抑えて5番リマナリタブラザー、各馬1コーナーに入っていきます。内を抑えて2番ミレニアムバシリカ、4馬身相手16番パーティードレス、5馬身相手6番イグナイター、15番シンジレイヤー、あたりこのあたりが中段、外から7番サヨリンハピネス、1番タカティケント、その外14番キュンキュン、2コーナーを抜けて向こう上面、続きまして18番テキサスエターナル、それから13番川上サファイア、内側4番バンノカネカエセ。 1000m の通過タイムは1分0秒5、外を抑えて17番トリックキング、後ろに8番ファイブエリアマン、最後方は9番ネブローレル、各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭代わってバイスシャワー、続いて12番ナロ、10番セレスティアル後位をキープ、外を抑えて5番リマナリタブラザー、18頭大ケヤキの向こうを通過、内を抑えて3番スカーレットキング、内側2番ミレニアムマシリカ、1番人気ナロ現在2番手、4馬身相手16番パーティードレス、長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線勝負、バイスシャワーわずかにリード、残り400を切ってバイスシャワー、その後からナロ、2頭が激しく競り合っている、セレスティアル並びそうだ、ここで先頭が変わった、残り200を切った、バイスシャワー捕らえにかかる、ミレニアムマシリカここで先頭になった、ミレニアムマシリカ差し切って降臨、勝ったのはミレニアムマシリカ、鞍上は海老名正義騎手、ミレニアムマシリカブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着以下は混戦となりました。